はい、ということでですね、今回はですね、2011年そして2012年と PDC ワールドチャンピオンシップで優勝した伝説のダーツプレイヤーエイドリアン・ルイスのですね、マイスローシリーズのね、動画をね、見ていきたいと思います。はい、もう早速見ていきましょうね。Is a raw talent along with Anderson and Van Gogh. So what we're going to start with is with 80 darts. They look like a straight barrel, quite a common dart. Yeah, I mean, obviously, over the grip, over, you know, the cross weight, just goes through the heat, and, you know, obviously the last weight is really off, so I found it really nice, ultimately. So, yeah. So what you're saying is because the match up here is really hot, you've had some extra grip on the barrel, so it doesn't slip. It kind of gets a little bit aquablaned. Between the sweat and the dart, and that stops that. So normal flight, I mean the stem's quite short. Yeah. Right, let's have a look at your grip. How are all the darts? The main things are the forefinger, the index finger and the thumb, and they're the last two things that let go of the dart. These just hold the dart up to when I look at the board and then they release and go through it. So こう見る限りだと結構バレルの根元を持ってますね。まあ、このフォーフィンガーのグリップで中指と薬指なんてポイントにかかってますもんね。フォーフィンガーで支えてるとやっぱ根元を持ってますもんね。根元を持っていてちょうどバレルとシャフトの付け根のところに親指と人差し指で支えてて、で中指と薬指でこのバレルの先端部分と薬指でポイントを支えてるというグリップになっておりますね。はい、はい、これなんて特にこの写真だとねちょっとシャフトが短くなってるようには見えるんですけども、バレルをこう全て包み込むようなグリップをしていますね。はい、ストレートラインってロッド・ハリントン言ってますけども、まあ、写真を見てみるとですね、やや前かがみなんですけどもまっすぐな、まあ、90度というよりはちょっとこうやや前かがみのストレートラインが綺麗にここで保たれていますね。はい、makes it look easy, I do appreciate it. All it is it sets it, it just pulls it back and it releases it. And the one thing that he does when he's on fire, and all the top players do, look at the release. Look how extended the release is. It's actually a hand is finishing right the way through. You don't see any short snatches or anything. And that is one of the key factors. When you're letting go, it's a full release and getting the hand out of the way. If you do it in slow motion, this is how eight hands would go. You let go of the dart and then it goes like this.前回ねガーウィン・プライスの投げ方の動画を、上げたんですけども、エイドリアン・ルイスも同様にですねターゲットに向かってのフルリリースって言ってますね。ロッド・ハリントンが言ってるのはもうオールトッププレイヤーね、全ての PDC トッププレイヤーたちに共通することはやはりフルリリースだと、もう腕がボードに向かって伸びきっているリリースだと、ちょっと前に挙げたウェイン・マーデルのねあの動画でもウェイン・マーデルが説明してたんですけども、スナッチングがないと投げた後に右行ったり左行ったりちょっとこう入れようとしてこう腕を違う方向に伸びてしまったりするという、このスナッチングがないとまっすぐ腕がエクステンドしているリリースだと、ね、フルリリースということをねロッド・ハリングと言ってます。はい、はい、で僕は個人的に気になったところなんですけども、このエイドリアン・ルイスのね、これワールドチャンピオンシップのこの動画なんですけども、やっぱ
ど真ん中なんですよね。ほらこうもう超やっぱりこうボードに対してセンターラインをキープしている、このマイスローのねあの動画と比較すると面白いことが分かるんですよ。はい、やっぱこう目線がど真ん中なんですよね。こう見るとエイドリアン・ルイスはどう投げてるかっていうのが見えてくるんじゃないかって僕はちょっと思うんですけども、この右目をセンターにしているんじゃないかと。うん、やっぱり目、やっぱセンターラインですよね、目、右目が。はあ、目線でもしかしたらエイドリアン・ルイスはドセンターを合わせてるかもしれないですね。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まずね、彼の、このダーツのセッティング、まあ、この当時はですね、まあ、短めのね、シャフトを、まあ、この動画ではまあ使っているということでしたね。はい、で、まあ、エイドリアン・ルイスのグリップの位置は、持つときは、まあ、4フィンガーで最後のね薬指がポイントに添えられていると、投げるときには、ちょっとね90度に立つというよりかはちょっとこう前かがみなんですけども、足と、体がもうピチッというこのストレートラインを保たれて投げていると。はい、で、この投げるリリースのポイントはフルリリースだと、腕がボードに向かってエクステンドしているフルリリースね、もうこれはもうロッド・ハリングトンが PDC の一流選手たちはみんながやるという、ね、このスナッチングとかこの伸びた後にこう入れようとする震えるとかね、こういう動作、スナッチングがないフルエクステンションのリリースをしているエイドリアン・ルイスということで、でこのエイドリアン・ルイスのこの立つ位置がですね、まあ、これは個人的な意見なんですけども、まあ、ドセンターでこの目、右目を僕はセンターラインにして合わせてるんじゃないかと、僕はね、そのように感じました。はい、でね、このセンターラインね、僕も自分のセンターラインを知りたいと、この右目をセンターラインに合わせてエイドリアン・ルイスのように投げたいという方はですね、概要欄の方に、サイトライトのねリンクも、概要欄に貼っておきますのでね、よろしければ、そちらの方も見てみてください。そしてね、こちらの方から、前回作ったねあのサイトライトの動画もありますんでね、その使い方ね、合わせ方とかね、また見ていただけたらいいなと思います。はい、さらにねこのエイドリアン・ルイスのねこのバレルのね、URL も合わせてね概要欄の方に貼っておきますので、エイドリアン・ルイスのように投げたいと、ね、いう方はですね、概要欄の方から見てみてはいかがでしょうか。ということで今回はエイドリアン・ルイスマイスローシリーズでした。ありがとうございました。